はい、皆さんこんにちは。今日も健康ダイエットに役立つトピックについて解説していきます。まあ、今日は水の飲みすぎのリスクについてお話ししたいんですけども、このチャンネルでもとにかく水は大事ですよっていうことを何度もお伝えしてきていますし、まあ、実際に僕の ボ,ボディメイクサポートのサービスの方でも、痩せたい方、太りたい方、どちらも水大事ですよって毎回お伝えしているんですね。で、世の中でも定期的に水飲み健康法って流行りますし、まあ、こういうあのベストセラーの本もあるんですけども、まあ、やっぱりですね、水とはいえ飲みすぎにはリスクがあるんですね。まあ、特にそんなに体が大きくない女性の方とかでも、1日2リットル飲むって言って、 え、決めてですね。まあ、無理してでも水を飲んで、ちょっと体調崩しちゃう方っていうのは少なくないんですね。まあ、水を飲む上で注意点とか、まあ、飲む量の目安とか、まあ、水分補給の仕方なんかについて、まあ、今日は簡単に解説していきます。はい、まず水の大事さからお伝えしたいんですけども、まあ、これ何度もお伝えしていることなんですが、まあ、水が体に足りてないと体は 水分不足のサインをいろんな形で出すんですけども,も喉が渇いたっていう感覚ですね、まあ、喉が渇いたっていう感覚は体が出す水分不足のサインのほんの一つにしか過ぎなくて、まあ、しかも一時的なサインでしかないんですけども、まあ、実際には慢性的な不調のサインとして水分不足っていうのはいろんな形で現れてくるわけですね、まあ、ここに、まあ、絵で出しているんですけども、まあ、例えば便秘とか消化不良 まから食べ物を消化して、えー、しっかりと出すっていうことにも、まあ、大量の水が必要なんですね。まあ、便っていうのは体積の7割ぐらいは水ですから、まあ、体の水が足りてないと便の水も足りなくなって、便が硬くなって便秘になってしまうとか、まあ、消化液が足りなくなって消化不良になるとかですよね。あと見た目のサインとしてはやっぱり肌荒れとか乾燥肌みたいな。 もう目に見えてお肌にも水分が足りていないんですけどもまあ水分が足りてないのってお肌だけじゃなくて、まあ、例えば関節の軟骨ですね関節をスムーズに動かすための軟骨とか筋肉に水分が足りなくなれば、まあかえー、関節がスムーズに動かなくなって関節痛とか肩こり腰痛っていう症状が起きてくるんですねあと意外なところではアレルギー症状花粉症も、えー、結構水分不足の 症状の一つでであってですねそれはなぜかっていうと体が水不足になってくると体はですね体のいろんな器官にえ水分を割り振っていくわけですね体が水不足に対応するためにえみあの必要なところから順番に水を 優先的に回すようにしていくんですけども、まあ、そういう時に非常に働くホルモンがヒスタミンと言われていまして、ヒスタミンっていうのは炎症ホルモンの一つなんですね。だからヒスタミンが過剰になると、花粉症みたいなアレルギー症状が起こりやすくなってくるんですけども、まあ、それが実は体の水不足によって引き起こされているということなんですね。 ね、そして、あと、は肥満、食べ過ぎになっちゃう方っていうのも、まあ実は水不足の可能性があって、まあそれはなぜならですね、体っていうのは意外と、喉が渇いたと、お腹が空いたを、 あんまり区別できないんですね。まあ、人間の感覚として区別できてると思うかもしれないですけど、まあ実は脳の深いところではあんまり区別できな、できてなくて、まあ単に水分不足で水を干してるだけなのに、お腹が空いたと思ってどんどん食べ過ぎちゃう方とか、まああとは単純に脂肪を分解するためにも水って必要なんですね。まあ脂肪は加水分解によって、 分解されてエネルギーとして燃焼されるんですけども、まあ、それが滞ってくると体に溜まってる脂肪をうまく使えないでエネルギー不足になって空腹感が強くなるということもありますから、まあ、ダイエットする上でも水ってものすごく重要なんですね、まあ、とはいえやっぱり飲みすぎにはリスクがあるよっていうところなんですね えそして、じゃあ水、水ぶ、水の飲みすぎのデメリット、どういうことがあるかということなんですけども、ま,あ、まず一番よく言われるのは塩分が不足するっていうことですね。まあ、汗をかいて、汗には水分と塩分が含まれてますから、汗をかいて水だけ補給すると、体の中の塩分が足りなくなってきてしまって、まあ、これがミネラルバランスを崩して非常に 熱中症の危険なんかが起こってくるんですけども、まあ、これの対策としてはやっぱり適度に塩を補給するっていうこと以外ないわけですね。で、何度もお伝えしているように、まあ、塩はあのミネラルをたっぷり含んだ天然の塩がいいですよと。塩化ナトリウムしか含んでないような生成された塩だと逆にミネラル不足になっちゃうので、まあ、天然の塩を使ってミネラルもしっかり補給しましょうということですね。であと多いのが、 胃酸が薄まっちゃううとということなんですね水っていうのはどうしても胃酸を薄めちゃう効果がありますから食事中に水を飲みすぎてしまうと胃酸が薄まって生化不良になることが結構多いんですね まあだから食事中にはコップで水を飲まないっていうことも結構大事なポイントなんですね。まあ食事にはスープがついてくることが多いですから、まあ、食事のスープ、汁物だけで満足してコップで水を飲まないっていうことはえ噛む回数を増やすっていう点でも重要なポイントですから、まあ、これはですね、ぜひ今日から覚えておいていただきたい食習慣の一つですね。水を飲むときは食事以外の タイミングで飲むのがいいいと思いますねであとは体が冷えるっていうことも結構健康にとってはリスクになるポイントなのでまあ夏はもちろん冷たい水を飲んで体を冷やすっていうことも大切ですけども、まあ、基本的には常温とかちょっとぬるま湯、左右を基本として飲むというのがいいと思いますね それとあとは、水を飲む量が増えれば当然おしっこの量も増えますから、おしっこというのは腎臓で作っているんですけども、あんまり量が増えすぎると腎臓に対して負担がかかるわけですね。まあ、特にすでに腎臓が悪くなっているともう指摘されている方については、水の飲みすぎは腎臓に対してかなり負担になりますので、腎臓っていうのはですね、残念ながら一回悪くなっちゃうとなかなか良くならない厄介な臓器でもあるんですね。 まですから腎臓がすでに悪いという場合はちょっとお医者さんの指導のもとにあの腎臓の治療を優先していただいて水を飲む量を増やすっていうのは結構慎重になった方がいいと思いますね。まあ、目安ととししては、水を飲む量量が増えたら、おしっこの回数とか量も 素直に増える。まあ、この場合はあの腎臓が正常に働いているんですけども水を飲む量が増えてもあんまりおしっこの量が増えないとか回数が増えないという場合は体の中に水分が溜まって適,適,、えー、適切に排出,あ排出できていない可能性が高いのでそういう場合はちょっと注意してあの病院なんかで見てもらった方がいいかもしれないですね。そして、まあ 何でもかんでもですね、1日2リットルっていう言葉が一人歩きしてるあの感が強いんですけども、まあ、水を飲む量の目安としてはですね、1日で体重の3%くらいが適切なんですね。まあ、体重60キロであれば3%というのは1.8リットルになるんですけども、まあ、これぐらいを食事以外で 飲んでいればもう十分すぎるぐらいなんですね。まあ、ですから体の軽い女性とかが1日2リットルっていう風にこだわる必要は全然ないですし、まあ、40キロ50キロの方が2リットルっていうのはちょっと飲みすぎの可能性が高いので、 まあそうするとですね、あの、胃酸が薄まって消化不良になったりとか、排出しきれなくて体がむくんじゃったりとかいうことが起こってくるので、まあ、この体重の3%っていうことを覚えておいていただければいいと思いますね。まあ、1日2リットルっていうのはあんまりこだわらなくていいと思います。まあ、そして最後に、味噌汁こそ最強の水分補給であると。 いいうこともお伝えしたいわけですね、まあ、食事でどうしあのスープとかを取る場合はそれであの水分補給にカウントしてもいいですからあのじゃあそのスープで何がいいかっていうとやっぱり味噌汁なんですね、まあ、それはなぜかっていうとまず味噌には適度な塩分がありますから、まあ、水分ぶ取りすぎで塩分不足にならないっていうこともありますし、まあ、味噌というのは大豆も使ってますから大豆由来の カリウムが取れるんですね。カリウムっていうのは過剰なナトリウムを排出する役割があるので、まあ、ナトリウムのとカリウムのバランスを取りながら取るっていうことは非常に大切なんですけども、味噌汁であればナトリウムと一緒にカリウムも一緒に取れるっていうところがあるんですね。でしかも味噌は発酵食品ですから、善、まあ、玉菌もたくさんあって腸活にもなるわけですね。 で、しかも、味噌は大豆ですから、植物性のタンパク質まで取れますし、まあ、温かいお味噌汁で体を温める効果というのもありますし、で味噌は、あの、塩、分が多いので、高血圧の人は、あの、避けた方がいいなんて言われることもありますけども、これは前の動画でお伝えした通り、完全に間違いで、まあ、味噌の、にはですね、血圧の上昇を防ぐような、酵素の働きを促進するという、 効果もありますのでまあ、味噌の塩分というのはほとんど血圧を上げないんですね高血圧にとっての悪影響はほとんどないということが分かっていますのでまあ、血圧が心配な方も味噌汁は飲んで大丈夫ですねでしかも汁物が味噌汁だって決まると、まあ、メインはどうしても味噌汁に合わせて和食中心になっていくのでまあ、日本人はやっぱり和食が一番体に合いますからまあ、魚のタンパク質とかお、まあ、あのお 副菜の食物繊維なんかもしっかり取れるので、まあ、健康的な食生活になっていくという点でも、まあ、味噌汁こそ健康ボディの秘訣なんですね。まあ、ですから、まあ、手っ取り早く水分を取ろうと思ったら、あの食事に味噌汁をインスタントでもいいので、味噌汁をプラスすることによって、それによって水分はしっかり取れますし、まあ、あとは体、えー、食物、食事以外のところで、まあ 体重の3%くらいの水を飲むっていうことを意識していただければ、もう水分補給としてはバッチリかなと思いますね。今日の動画役に立ったよっていう方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。